ミニレッスンのコーナー、イエーイ。乗ってくれた。こちら見てください。はい、本当に本当に入った。こういう状況って結構あるんですよ。意外とやっぱみんなね、似たような球打つ人が多いから同じ場所に行きやすい。だから、人が打ったこういう後に入りやすい。これディポットって言うんですけど、で打ち方的に嫌だなって思う人多い。砂の上に乗っかってるから、はい、これバンカーと同じように打てばいいと思う人が多いんですけど、はい、それでトップしてしまってうまくいかない方がめちゃくちゃ多い、はい、なのでこれはねコツとして、これ何ヤードありました？100ヤードぐらい。そうですね、100ヤード弱。100ヤード弱、はい、普段何で打ってます？まあ、5-2 5-2 ですよね、はい、っていうのを一番手上げてもらう、はい、だから P を持ってもらって、はい、まあハーフスイングぐらい。それでコツとしては振り抜いちゃダメなんです、はい、こう振り抜かないってことは、当てて前をこうやって振り抜こうとするとトップになっちゃったりして全然ゴロになっちゃう、はい、だからしっかりと上からインパクト、左足体重でハーフスイングで上からバンと押さえてあげる。だからインパクトでバンって止めるように打ってあげるとこれはうまく打ちやすい。はい、よし。じゃあピッチング、そうだから練習でも皆さんそういう練習をちょっとね多めにやってもらうという。なるほど。ちょっとハーフスイングで押さえる練習、はい、アドレスのコツとしてはですね、普段はこうやって真ん中体重で構えちゃいますけど、ちょっと左、はい、ただハンドファーストもちょっと強めだから、ちょっとこう構えるとね、はい、そう、こんな感じですかね、正面から見ると。でインパクトで止めるイメージ。そう、ボールを直接上から叩く感じ。はい、おお、まあ、方向はあれですけど、方向はあれですけどね、こう、そう、ちょっと慣れてない分っていう感じだけど、今綺麗にボール当たって距離はちゃんといってる、はい、だからこれが一番得策。もちろん他にいろいろあるんだけど、うん、これが一番怪我しない。例えば今距離も出てるんでちょっとグリーン外しましたけど、グリーンの周りにはいってるから、あれを寄せてパーを取る。だからこれはちょっと覚えておいて、はい、でこういうポジションすごいこれから多くなってくると思うんで、はい、しっかりあと打った後はちゃんとしっかり みんな目地をね、ここに砂を入れてやるんですよ。はい、これもマナーの一つとして絶対大事。こういうクワートには絶対土が乗ってます。こういう砂が入ってます。で砂を適量取ってもらう。でこう埋めてもらう。これはおとなしくそーっとやってください。しっかりとこなんで踏み上げて腰なしっていうことも一つマナーとして覚えておいてもらっていいかな。まあでも時間がね、余裕がある方はです。最初言った通り、何よりも急ぐこととか周り迷惑かけないことが大事なので、余裕がある方はしっかりと目打ちするということはゴルフをする上で最低限のルールというかマナーですので、そこも忘れずにやってもらえればいいかなと思います。はい、じゃあ最後決めポーズで終わりましょうか。はい、はい、あれですね、あれですね、せーの完璧。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。何か要望など、こういう企画をやってほしいとかいうのがありましたら、コメント欄または DM で、送ってください。待ってます。では。